トリオキシダン、または酸酸化水素、酸酸化二水素は、化学式が H2O3、または、4O と表される不安定な分子である。これは、水素のポリ酸化物の一つである。トリオキシダンは、水溶液中で水と一重光酸素に分解する。この逆反応である水への一重光酸素の負荷は、一般に一重光酸素不足のためほとんど起こらない。しかし、 生体によって一重高酸素からオゾンが生成されることが知られており、抗体触媒による一重高酸素からの取り置き手段の生成が推測されている。取り置き手段は、オゾンと過酸化水素の反応によって、あるいは水の電気分解によって少量だが、検出可能な量を得ることができる。より大きな量は、低温での様々な有機溶媒中における。 有機間現在とオゾンの反応によって得られる。また、有機ヒドロトリオキシドロウオーの分解によっても得られる。オゾンと過酸化水素の反応はペルオキソンプロセスとして知られる。この混合物は有機化合物で汚染された地下水を処理するためにしばらくの間使用された。この反応では H2O5 が生成する。分光分析によってトリオキシダンの、o、オオ結合調は 過酸化水素のものより短く歪んだ直線形の構造 HOOOH を持っていることが示された。多様な二両体や三両体が存在するとされている。鳥シ師団は H と U マイナスに電離し、過酸化水素よりわずかに酸性が強い。鳥シ師団は室温の有機溶媒中では半減期約16分、水溶液中では 半減期数ミリ秒で容易に水と一重口酸素に分解する。有機スルフィドと反応して、スルホキシドを与えるが、他の反応についてはほとんど知られていない。最近の研究によって、トリオキシダンはよく知られたオゾン、過酸化水素混合物の抗菌特性に関して、信頼できる有効成分であると確認された。これら二つの化合物は、 生体内にも存在しているため人体の免疫システムがバクテリアを攻撃する際の強力なオキシダントとしてトリオキシダントを生成することができるとされている。生物組織中でのトリオキシダン源は免疫細胞によって作られる一重高酸素と水の反応である。この反応はもちろん濃度によっていずれかの方向に進む。2005年、トリオキシダントは超音速ジェット中におけるマイクロ波。 分光法によって検出された。この分子は、過酸化水素のを結合長 146.4pm と比較して短い結合長 142.8pm を持ち、トランスファイザーを取っている。計算科学によると、さらに多くの多常酸素分子あるいは、水素ポリ酸化物が存在し、低温のガス中では無限酸素差さえ存在すると予測されている。この分光学的証拠によって、 このようなタイプの分子についての生還空間における調査を行うことができる。ありがとうございます。